ーザオーミザオガ頑張るでございますえカイロねタオルのこう使い捨てカイロタオルの間とかに挟んで放置しておくとあやばいやばー と思ってそれを触った時にそ,そのタオルが尋常じゃない暑さになっていて火事になるかと思うことあるわよねめっちゃバブミーですどうも皆様いかがお過ごしでしたかでしょうかびっくりしちゃう床暖房とかでもあるんだけれども床暖房の部屋に あの、ブランケットとかちょっと置いといて、しばらくして、あらよっとって持ち上げたら、やだーちよちやばってなることあるよね。はい、バブに、はい、バブに、はい、はい、くん。危ないわよー。ということで、本日もこちらで乾杯していきたいと思います。黒ウーロン茶。健康のために一日一ウーロン。 それではキンキンに冷えたクロウロンチャンいただきます禁酒してんの偉くない偉すぎえらみざまよ ねえ、こンバブミーでございます。あと、こう、たまにね、朝起きると、最近、こう、やっぱりいつも寝るときも、まあ、もうすぐは、春だなと思って、全裸バブミーなんですけれども、最近、こう、朝起きて、まあ、寝るときね、暖房つけない花の足。朝起きて、肩、布団から出てる肩の冷たさに、 自分、自分が投資してるんじゃないかって錯覚することあるわよね。ない足はよくあるんだけど。やだ、足の方投資してる。もうすぐ春でしょねえ。ミラクルマジカルスプリング。ないです。 そんなことないですあるある手足の末端というか布団から出ている部分と特に肩の部分が何これ冷蔵庫に入れてある卵みたいな時あるわよね逆にいつ服着てるの外に出る時外に出る時は着てるでしょあんたバカじゃないんだからあしもあんたバカじゃないよあしも外に出る時にね 服を着ないと捕まるということぐらいは存じ上げておりますボディーペイントしてそうボディーペイントしてたら逆に全裸でも許されるのかしらというかこんな時期に全裸で外歩いたら投資しちゃうわよバカたまに全裸で外に出ちゃう夢を見る見ない見 見ないわねそれは社会の歯車になってる夢はよく見る震えながら起きるわ。やだ遅刻しちゃったってなって起きる時は結構あるわね見ないわよえめっちゃ見る嘘でしょ そんなに見ることないでしょ、全裸の夢なんて。未だに彼氏に捨てられる夢は、<laughs> 辛すぎるわ。辛いわね、それは。えー、なんだろう。夢かん。あんまり覚えてないね。見てないのかも。 つらたんねつらみつきんよ。よく、こう、ドラマとかで、別れ際に彼女がパンって、男のほっぺた引っ張らくシーンあるけど、あんなこと人生であるのかなどう思うあんたら。あんなことしたことあるこう、人を殴るって勇気いるわよね。 人をぶつのって勇気がいい。な、人をぶつと、ね怖くて泣けてきちゃう。<laughs> また夢に聞かえてほしい。夢に聞かえてたっけ、安心。バブさんはビンタしたことありますビンタないわよ。駐車場で土下座してる人は見たら土下座も見ないな。心の で殴るのはあるのあまあそうね心の中だったらねもうケチョンケチョンにしてねもうケチョンケチョンにしてね中世ヨーロッパのね拷問方法みたいな感じにする時はあ,るありますけれどもね脳内に思い描くだけ「ブタレルれるの好きそう絶対嫌いよ」。 あんたらは豚たれたい願望ある足はないわおあいにくさままあ足はねビンタかビンタはないね殴ろうと思っても体が動かないうち人を殴るのって勇気がいると思うわ足いくら腹が立ってもこう 白目を向きそうになるけれども人をぶとうとは思わないものねバブミシー M ではなかった足は M でも S でも両方いけます男の人はね可愛い,い子からぶたれたいっていう願望をよく聞きますけれども女性はイケメンから殴られたいという願望ある あるのかもしれないでもどこかに。こうやって自分で言ってみるとあるのかもしれない。世の中の誰かはありそう。そうね、どちらかっていうとね、赤ちゃんみたいに泣きをめく方が楽かもね。あの、スーパーの、スーパーの地べたにこう、仰向きで寝っ転がって、 もう何もしたくないお家に帰らせなさいよって言う方がまだ楽かもしれない。バブさんは S も M も解釈違い。でも自分に対して、そうね、だだっこのポーズ。ね、上司から嫌な仕事を任された。嫌がらせを受けています。 ってするよりもこうやっぱりその会社の床に寝転がって「もういヤー!」って叫び散らかす方がまだできるわねまだそっちの方がどっちかって言ったらまだできる可能性があるわキモ <laughs> い男にキスされるよりイケメンに殴られる方がいいって聞く。 誰にそんな恐ろしいこと聞いたのよそれ極論すぎないテレワーク中のカーペットで一人でやるときあるでしょプリキュアになるのよーってなるときあるでしょイケメンはそ横にいるだけでいいでもイケメンとか美女美男美女の 定義って、こう、人それぞれだから足はあんまり信じてないのよ。なぜかというと、足はたいね友達からこの子かっこいいでしょって言われても別にかっこいいとは思わないの。ねで足が逆にこの人はどうって言ったら、みんながええー、って言うんだからもう信じないわ、この世の美的センスは。 自分がいいと思ったものを貫くね女と女の言う可愛いはも信用できないかもしれないまあそうねでも女の子の可愛いは信用していいんじゃないの 可愛い,いはもは万能用語よベリーと何ら変わらないわ好みが違うのは競争相手少なくていいまあ何にしようねなんて言うのかしらまあそうやってはしゃいでた頃に戻りたいわ雑誌とか見てねえ芸能人誰がかっこいい誰がかわいいってキャイキャイしてた頃に戻りたい 今となったらもう日々生きるので精一杯ラップねえベリーバブビューティーよ男の言うあいついいやつも信用ねえそうなの信用できないことばっかり世の中やっぱり信用できるのは己とこの全裸のみ 全裸はね、全裸であることに何らま、何ら間違いはないから絶対に信用できるのよ。なぜなら足が今服を着てないと認識しているから。純粋だったあの頃ね。でもあいついい奴は嫌い。ええー、そうなの でもあいついいやつだよって言われたら「へえそうなんだ」ってなっちゃうけどね <laughs> 地雷なのその言葉の裏には一体何があるのいいやつって何ら具体性がない自分に都合のいいやつってことあそそうそうなのね デモでもで LINE を下げ、なんか人間って生きづらいね葉っぱ一枚あればいいじゃない。そんなことがあるのね。まあやっぱり百聞は一見にしかず。人は自分の、自分で見聞きせねばならぬ。そういうことね。 ねえ、地雷ワードなんだろうね地雷ワード地雷ワードおつぼねとかおつぼねとかしか思い浮かべないわよもう一本黒ロロちゃ開けちゃう いいやつ、優しいは他に褒めるところがない時に使われる。あんた、いいやつで優しいのが一番だよ <laughs> 世の中には優しくできない人が、他人に優しくできない人が五万といるんだから。いいやつが一番に決まってるでしょうねえ優しいは人間においての最重要項目よ よいしょ。まあ、おつぼねはね、別に足しんがおつぼねになりかけ、なりかけているみたいなとこあるからね。本当に優しい人は、それ以上の形容詞が出てくる。ああ、そういうことバナニアともあれ。 まあ何やともあれ今日も今日とて、一日生き残った。素晴らしいよ、あんたらも素晴らしい。他人なんてどうでもいい。自分が幸せに生きることがまず第一。ねえ、ツイッターで見たんだけれども、これなかなか理にかなってるなと思ったのが、 あの、あれよ。こう、重大な判断をするときに自衛隊の人が美味しい食べ物を食べるんだって。その食べ物が美味しいと感じられたときは、重、精神が重要だ。精神が大丈夫だみたいな話をしてて、あ,あんたそれ理に,にかないまるーってなったから、あしもこのウーロン茶が正常な黒ウーロン茶の味がしていると感じられているうちは、自分の判断に自信を持っていくわ。ね 理にかないまるよ理にかないまるそうよねこの時期味が分からないって言ったら精神病んでるかねコロナかのどっちかだからねどっちにしろ病院に行った方がいいわ全裸と味覚は信じられるそうねだからこう全裸になっても解放感が感じられない 何かこう、何かこう、うつうつとする。これはね、病院に行った方がいいね。あ、そうなの。なんか味覚って結構ね、なんていうのこう、味覚は結構繊細っていうものね。 転職する前にいいもん食べに行きなさい。ねえ。あんたら最近重要な決断した重要な決断というか重要な発見なんだけど、足の、足の前マイキッチンに食洗機がついているということが発覚いたしました。これ前も話したこれ前も話したかしら 食洗機がついてた。大発見です。ねえ。うちの食洗機壊れ、で、さっき使ったのよ、さっき初めて。引っ越してきて初めて食洗機使った。前言ってたか。前なんか多分一回気づいてずっと放置してて、もう去らない、めんどくさいってなった時に、 こうあ、食洗機あるじゃんって <laughs> ねえ食洗機、でも使い方がわからないんだけど、もずっと、ずっと水ぶっかけてる音してるんだけど、大丈夫なのかしらずっと水で水ぶっかけてる音してるわ。これ、いつ、な、どれぐらいかかるのよ、食洗機は。 洗剤入れてないわよ洗剤って入れなきゃダメなの食洗機食洗機ってどういう原理で動いてるのよあ結構長いこと水ぶっかけてるんだえそれ食洗機なんか洗剤ってどこに入れんの皿にぶっかけてしまうの 熱湯ぶっかけてやらだ。そうなんだ。どうりで食洗機動いてる間は蛇口からす冷水しか出てこないと思ったわ。<music> 小さい洗剤トレイみたいなのがあらそうなんだ。どうしよう。じゃあ洗えてないね。<laughs> 意味もなし。意味がなかった。もう一回洗わなきゃ。 ちょっと黒うろんじゃ飲んだらお腹タポタポなんだけれども。洗剤入れる場所があるやつかとりあえずぶち込めばいいか。そういうものじゃないの食洗機って、こうね、アルバイト先とかでは、 まあ手洗いでバーっと洗って、残りの最後の仕上げはお母さんみたいな感じで出てくるって聞いたけど、そうじゃないのお酒控えてるわ。食洗機の高圧洗浄機みたいなやつので動いてる間、ほぼずっと湯が、あ、そうなんだ。 食洗機で洗った後に姑みたいに洗えてないですねって言うまでが、<laughs> じゃあ食洗機は何なのよ一体ねえ、仕上げはお母さんよ。ええー、じゃあ食洗機やっぱりいらないか。<laughs> なに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 ,なに すごいことが起こったわ。足の声でおそらく何かが微振動して、急に YouTube の音が流れ始めた。<laughs> 急に、急になんか YouTube の音が流れ始めたと思ったら、なんだったのかしらびっくりしちゃった。足から、 5メートルぐらい離れたところに置いてあるパソコンが急に動き <laughs> 足の超音波が、なんだったのしかもあの、クリックしないと、えクリックしないと動かないんですけれども。ちょっとやだ誰かいるの まあパソコンがぶっ壊れたってことねえー、またほらってちょっとやめなさい全裸で幽霊に襲われたらどうなるんだろう死ぬのかなブルートゥースとかで再生ボタンを押す、ね、あそうなんだスタンド使いなのかもしれない 向こうが逃げそう。音声認識に愛された女。やんだ、怖いね。定期的にね、ホラーい来るのやめなちょっと私今、ミロのビーナスみたいな格好なんだから。<laughs> ミロのビーナスわかるなんか一枚布みたいなんだけどさ、被ってね。全然ならむしろ大丈夫はそうなの ねえ、サンシャインバブミーよびっくりしちゃった。ねえ、あんたらも気をつけなさい。ど、う、どうやってね。寒くないの寒い。寒いけれども、動く方がめんどくさいのじゃ。 わらわは動く方がめんどくさいのじゃねえバブのヴィーナスいいじゃないバブのヴィーナスをブースで売ろうそう身につけるのは香水のみ足のお師匠はマリリン・モンローだからシャネルの五番が吹く ねえ。弟子入りよ、弟子入り。入門、入門ねえ、バブのビーナスっていう香水作ってほしいわ。寝る前にかけると気が大きくなるな、なり明日の仕事でいい成果を上げられるでしょう。ビールの残り、残りの香りみたいな。 Vtuber イメージした香水作ってるところがあった。ええー、そうなのちょっと足も作りたいわ。ねえ。いい香り。なんかこう、フローラルな、オフローラルな香りにしたいわね。こう、シャネルの五番に寄せていくわよ。 どんな香りがいいですかってヒアリング来たらシャネルの5番ってこと未来の香りしてそう2050年の2050年の香りがこちらになりますシャネルの5番って何の匂いなの そりゃ嗅いだことのあるやつにしか分からないでしょ、そんなの。あの、香水屋さんとかに行くとね、鼻取れるかと思うわよね。香水屋さんで、なんかどの香水がいいですかこちらは最近発売されたこれでこれがこうでこうでっていう話をされていると、こうなんだろう、なんかこう、鼻がもげるんじゃないかと思うわよね。 鼻がもげるんじゃないかと思うし、あの、その後に、鼻をリセットさせるためにね、あの、コーヒー豆の香りを嗅がさられるのよね。あれがね、もうコーヒー豆最高ってなる。香水屋さんの鼻すごいわよね。 コーヒーヒ豆すごいわよ香りを一瞬にして無に返すからすごいいい香りなんだからラッシュは数十メートル先でもわかるラッシュはどちらかというとまた店の前で泡立ててるなーっていうイメージよ香りよりも。 ラッシュは年から年中店先で一輪の花を並べるんじゃなくて泡立てを行ってるイメージね。匂い、香りがきついってなるの、なんだろうな。お線香とかは大丈夫ですね。でもラッシュはね、ど、泥パックは、 ラッシュの何がいいって、このちゃんとね、パッケージに足が育てましたっていう、あの産地直送のが書いてあるのがいいわよね。ラッシュっていうお店は、その、石鹸とか、バスボムとか、あと画面に塗りたくる泥とかが売ってるんだけど、それのパックにいつもなんか似顔絵みたいなのが書いてあって、足が作りましたっていうのがちゃんと載ってるのよ。それがね、ちょっと面白くて見ちゃうわよね。 そう、農家の写真みたいなのが載ってるのそうねちょっと道の駅かあるわよねラッシュって危ないやつか <laughs> 危ないやつって何なのよでも最近ちょっとメッセージ強くないえそうなのどんな感じなの最近 ああ、ちょっとスローガン掲げてるところはあるね。やっぱりその、まあ美意識が、まあちょっとね、メッセージ性強めではあるわね、確かに。ロクシタンも店から香りがするイメージ。ロクシタンもね、いい香りするよね。 ラッシュって香りするかしらあしも慣れちゃって全然香り分かんないのよねラッシュ実家の香りは分かんなくなるって言うけれどもラッシュはあしにとっての実家なのかもしれないわ残念なお知らせ一つあるのよあしにとってだけどあしまだ仕事終わってないのよねやっ 仕事が全く終わっておりません。まだ終わってないわ。ふうー残業よ残業。暗闇。そうバブスさんは多忙なのバブスさんって言わねえ。 そうあっしは今から全裸でお仕事に行ってくるあんたらはちゃんとお休みなさいママは出稼ぎに行ってくるから全裸監督ならぬ全裸残業それではあんたらもちゃんと明日服着て職場に行くのよ お外の世界は怖いから。そのままで、生まれたままの姿で出ると捕まるからね。それでは皆様、本日もありがとうございました。30分経ちましたので、そろそろ終わりたいと思います。それでは、また来週お会いしましょう。あら、おぶちゃんお誕生日なの、おめみさま That is it